皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2022年公開の、エスター、ファーストキル。現代、オーファン、ファーストキル。監督はウィリアム・ブレントベル。脚本はデビッド・コッゲシャル。主な出演は、イザベル・ファーマン、ジュリア・スタイルズ、ロッシフ・サザーランド、など。オルブライト家の一人娘で6歳のエスターが、行方不明になってから4年の月日が流れた。ある日エスターが見つかったという朗報が警察から届けられる。家族は数年ぶりの再会を喜ぶが、10歳になったエスターは何かが変わってしまっていた。というストーリー。エスターがどのようにして、アメリカの孤児院で暮らすようになったかを描く、第1作の前日譚となる続編。イザベル・ファーマンの演技力は素晴らしいが、23歳の彼女が見た目が10歳の少女を演じるのはさすがに無理がある。遠近法などを駆使した努力は認めるが、それが気になって作品に入り込めなかった。前作の焼き直しと思いきや、後半に入ってからの急展開は嬉しい驚きだったものの、消化不良のまま終わったのは残念。ということで、評価は。Thumbs down.